俺たちのジャパンへようこそ。広い大海原を多くの人間や物資を乗せて運んでくれる船。今では飛行機など他にも便利な乗り物がありますが、遠い昔から私たち人間の暮らしを支え続けてくれている存在です。そんな船ですが、世界で一番大きいと言われている船が何かご存知ですか？実は日本で製造された船なんです。今回のエピソードでは、世界で最も大きな船について調べるフランス人親子が登場します。日本が誇る世界一の巨大船とはどのような船なのか、そしてたどった数奇な運命とは。ぜひ最後まで見て確かめてみてくださいね。僕はフランス人で一般企業に勤めるサラリーマン。日々仕事が忙しくて家で過ごす時間はあまり多くないんだけど、その分長期連休の時なんかは家族と過ごす時間を大切にしているんだ。そして先日夏の長期連休があって、僕はその期間に10歳の息子レオの自由課題を手伝うことになったんだ。自由課題ではその名の通り、自分の好きなことや興味のある分野について自由に調べるんだけど、レオはキラキラとした表情で、僕は世界の船について調べると言った。一見なぜ船についてなんだと思いそうなものだが、レオが船に興味を持っている理由が僕にはすぐに分かったんだ。なぜならこれを言い出す数日前に家族で行った旅行で客船に乗ったから。ほとんど初めて船に乗ったレオはとても興味津々だったし、すごく楽しかったとずっと話してくれていた。だからその興奮のままに船について学びたいと思うのは何ら不思議ではないことだ。息子が何かに強い興味を持つのはとても嬉しいことだし、連れて行った甲斐があると思える。僕はもちろん課題のサポートを快諾して、一緒にインターネットで調べたり、船に関係のありそうな場所へ実際に足を運んでみたりした。その中でふと僕はあることを思い出したんだ。僕もレオくらいの頃、父と一緒に船について学んだことがあったなぁと。とは言っても僕の場合はレオと違い、自ら船に興味を持っていたわけではなかった。どちらかというと父の方が船に関心を寄せていて、僕にいろいろなことを教えてくれたのだ。今では父とは遠く離れて暮らしていて、しばらく連絡を取っていないけど、レオが船に興味があることを知ったらきっと喜んでくれるんじゃないだろうかと思ったよ。そんなことを考えていた時のこと、レオが、世界で一番大きい船って何なんだろうと言った。船を調べる上でまず気になるものかもしれない。でも僕はそれについて父から教わったことがあったから、インターネットで調べる前に少し得意げに言ったんだ。世界一大きな船は我がフランスの船なんだよ。するとレオは目をキラキラと輝かせた。え、本当？どんな船なの？世界一という響きはやっぱりとても誇らしいし、興味を持っているならなおさら嬉しく感じるのだろう。僕はそんなレオの様子を見るのが嬉しくて、さらに得意げになってこう言った。ああ、バキラスという船だよ。大きいだけでなく、世界で初めて50トンの重量を達成した船でもあるんだ。僕の言葉を聞いて、バキラス、名前もかっこいいんだね、とレオは大興奮。多分インターネットで写真も見られるんじゃないかな。僕はそう言ってパソコンの電源を入れたんだけど、ふとある予感がした。確かに子供の頃父からそう聞いたと思ったけど、当時はインターネットなんてないから
実際に調べてみたりもしなかった。おまけに当時はそれが本当だったとしても、あれから何十年も経っている。記録が塗り替えられている可能性もあるんじゃないのか。僕はそういう可能性を考慮せず、勢いでフランスの船が一番大きいなんて言ったことを後悔した。でも後悔してももう遅い。レオは、早く、早くと言って楽しみにしているし、今更撤回するのも雰囲気的にできない。僕は今もフランスの船が一番でありますようにと心の中で願いながら、バティラスについて調べるしかできなかった。するとやっぱりバティラスの写真はいくつも見ることができて、へえ、タンカーだから僕らが乗ったのとは見た目が全然違うんだねと言いながら、レオは食い入るように写真を見ている。そしてあるインターネット記事で僕らは真実を目の当たりにしたんだ。あれ、バティラス世界一位じゃないんだね。レオのその言葉を聞いて僕はとても申し訳ない気持ちになった。ぬか喜びさせてしまって申し訳なかったと謝ろうとしたとき、へえ、バティラスができた頃は1位だったけど、日本製の船に記録を塗り替えられて今は2位なんだって。どんどん大きな船ができていくってすごいね。レオは嬉しそうにそんなことを言ったのだ。その反応が意外だったので思わず僕はレオに尋ねた。フランスが1位じゃなくて残念じゃないのか。するとレオは、もちろん今も1位だったらすごいなって思うけど、強力なライバルがいる方がもっとすごい船を作れるからいいんじゃないと笑って言ったのだ。レオは気づかないうちにとても広い視野と前向きな心を手に入れていたらしい。父親として僕はそれがすごく嬉しかった。レオの言う通りだな。僕はそう言ってレオの頭を撫でて、今度は現世界1位である日本製の巨大船について調べることにした。そうそう、後から調べてみたところ、僕が父から教わった時はもうすでに日本製の船がバティラスの記録を抜いた後だったらしい。もっと昔に父が調べた頃はバティラスが1位だったのだろうが、この真実を教えたらきっと驚くだろうな。さて、そのバティラスを抜いた世界1位の船はノックネビスという船だとか。ギリシャから受注して製造されたタンカーで、全長は約458メートル、約500メートル近い船なんて見たことがないから全く想像ができないな。ところがこの船は初めからこの大きさだったわけではないらしい。1980年に船体延長がされたことによって今の大きさになり、それと同時に我がフランスのバティラスを抜き世界1位になったそうだ。バティラスの記録を抜くまではほんの数年しかなかったのに、それ以降40年以上記録が抜かれていないなんて。500メートルを超える船体を作るのはやはりそう簡単ではないということなのだろうか。この点はレオも気になったようで、なんでだろうとずっと首をひねっていたよ。こんな風に世界一大きな船という称号を持っているのだから、さぞ大切にされたのだろうと思ったのだが、実はこのノックネビスは想像しえなかった数奇な運命をたどることになる。まずはこの船体は何度も名前が変わっているという点。人間で考えれば初めに名付けられた名前が変わることなんてなかなかあることではないが、船の場合は割と簡単に行われるらしい。例えば持ち主が変わった時なんかに変更されることがあるんだとか。
そもそもノックネビスは現在使われている名前であり、一番最初はシーワイズジャイアントと呼ばれていたそう。全くかすらない全然違う名前に僕もレオも驚いたよ。その後にハッピージャイアント、ヤーレバイキングなどへの改名を挟み、2004年に今の呼び名に落ち着いたようだ。それからノックネビスの数奇な運命はこれだけではない。そもそも初めにノックネビス製造を発注したのはギリシャだったそうだ。日本企業はそのためにこの巨大船を作ったわけだが、船が完成して受け渡しの段階でちょっとした不備があり、ギリシャに受け取ってもらえなかったんだとか。欲しいと言われたから作ったのに、いざできてからいらないと言われるなんて、当時の日本はかなり困ったんじゃないかと思う。その不備がどれほどのものだったかはわからないけど、その時点でノックネビスの運命は初めから普通ではなかったと言える。ギリシャに受け取ってもらえなかったノックネビスは結局中国や香港で使われることになった。そして1988年にはイラク戦争でも使用されるなど、本来想定されていた目的とは異なる役割も。戦争を知らないレオはすごく驚いていたし、その戦争でこの船が撃沈させられたのを知った時もすごく残念そうにしていたよ。でも驚きなのはこれからだ。なんとノックネビスはその後海底から引き上げられて、修理を施されて再びタンカーとして使用されたんだとか。これには僕も驚いたね。海底に沈んだらある程度は壊れたり傷んだりしていただろうに、わざわざ修理して再び使うなんてよほど大切にされていたんだろう。そもそもこんな大きな船を作るのは簡単じゃないだろうし、そういった意味でも再利用する価値があったのかもしれないな。まあ本当の事情はわからないけど、一度海底に沈んだが修理されてまだ活躍したなんていうのもまた特殊な運命だなと思うよ。そうして2009年までは沖合で物資の貯蔵や積み出しに利用されていたようだが、2010年に現役を引退。今はすでに分解されて存在はしていないんだとか。なんだ、もうないのか。一度は直接見てみたかったな。僕もレオの言葉と全く同じことを考えていた。これだけ特殊な運命を歩んだ世界一大きな船、もっと前に知っていたら絶対見に行っていたのにな。知るのが遅かったとすごく残念に思ったよ。これから先ノックネビスより大きな船が生まれるのかはわからない。でももしも誕生したのなら、今度こそレオを連れて見に行きたいと思う。レオだけでなく僕にとっても大きな学びを得た夏だった。へえ、世界で一番大きい船が日本なんて知らなかった。でも意外ではないかな。日本はいつもびっくりするようなものを作り出すからね。心を揺さぶられたよ。世界にはこんなに大きな船が存在するんだね。実物を見たら驚愕して言葉も出なかったんだろうな。ノックネビスの写真見た？タンカーにしておくのはもったいないくらいの面構えで、映画とかにも出てほしいくらいだった。確かに写真で見ただけでもこわもてで迫力があるのに、実物はどんなにすごかったんだろう。まだ壊されないうちに人気が出ていたらよかったのにね。500メートルって船内を歩いて一周しようとしたらどれだけかかるんだろうね。想像もつかないや。
一度海底に沈んでも引き上げられて修理されてって、それだけ大切で素晴らしい船だったんだろうね。今はもうないなんて少し寂しいな。確かにフランス製の巨大船の記録をノックネビスが抜くのはあっという間だったのに、それからしばらく1位が変わらないのはなんでなんだろう。やっぱり大きすぎて作るのが難しいのか。電車やバスと違って船に日頃から親しんでいるという人はあまり多くないかもしれません。それでも客船ではなくタンカーとなれば直接見た経験のある人の方が少ないのではないでしょうか。しかし世界一を誇る日本の巨大タンカーなら一度は見てみたかったですね。数奇な運命をたどりながらも長い間愛されたノックネビス。この船に次ぐ巨大船がもしも生まれたのなら、人生で一度は直接見に行ってみてもいいかもしれません。そんな日がやってくることを楽しみにしていましょう。皆さんは今までにどのような船に乗ったり見たりした経験がありますか？よければコメント欄で教えてくださいね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。